どうも、サラリーマンホームトレーニングのサラマッチョです。私事なんですが、1ヶ月ほど前にフィジークの大会に出てきまして、それによって体もかなり絞ってました。で、その時に扱える重量も落ちてきて、パワーが落ちたなっていうのを実感してたんですけども、今日はですね、今その体重が元に戻りましたんで、パワーも元に戻ってるのかっていうのを検証していきたいと思います。で、普段のトレーニングからだいぶパワーが戻ってきたなっていう感覚は自分の中ではあるんですけども、やはりここは社会人としてですね、しっかり数字で結果を残さなければいけないですので、今日はしっかりとカラスしっかりと数字と相談しながら結果を求めていきたいと思います。やっていきましょう。はい、準備ができました。前回同様ピンプレスで測定していきたいと思います。今からウォームアップなんですけども、ウォームアップも前回と同じやり方でやっていきます。まずは60キロですね。では次、80キロいきます。ではウォームアップの最後、101発いきます。はい、ここからが本番ですね。ちなみに減量する前ですね、減量する前、これ今110キロなんですけども、110キロ2回上がってます。で、減量末期、大会出場する直前ですね、これが直前になると1回も上がってないんですね。っていうことなので、今日はこちらの110キロが最低2回は上がってもらわないと、パワーが戻ってないということになります。早速今からやっていくんですが、2回できるかどうかですね。いきましょう。へい、ああすいません、ちょっと私の中でコンセントレーションを高めようと、集中力ですね、集中力を高めてました。いきます。はい、というわけで検証結果ですけども、
減量前110キロ2回、減量末期0回で、体重が元に戻った現在また2回ということになりました。まあ体重が元に戻るとパワーも大体元に戻るということが言えるのではないかなと思います。で、まあ私としては元の2回よりも上を行きたいっていう気持ちはあったんですけども、まあ、実際はそんなに甘くはなかったですね。まあでもパワーが元に戻ってるっていうことが分かったんで、まあ一安心といったところでしょうか。これからですね、まあ、どんどんパワー系の練習も取り入れていって重たい重量を扱えるようになりたいと思います。それでは本日もありがとうございました。いやー、3回上げたかった。3回上げたかった。3回は上げたかった。